廃人と孤独、廃人に孤独な人はいないのではないかと思う。俳句には句会がつきものである。句会は楽しいのである。社交の場である。句を選んだり選ばれたり、ドキドキしたり、悔しがったり、うーんとうなったり、ニヤニヤしたり、落ち込んだりしてとても楽しいのである。句会に出た人ならわかるであろう。俳人で句会嫌いはほとんどいないと思う。句会に出たいがゆえに俳句を作っている人もいるくらいである。つまり俳人は人好きであり、語らいが好きなのである。孤独な人は全くいないとは言えぬが、滅多にいないように思う。あの松尾芭蕉でさえ、僕の細道の東北旅行に空と連れ立って行ったくらいである。それぞれの立ち寄った場所で句会を開いていたのである。孤独な旅ではなかったろう。ある面楽しい旅ではなかったかと想像するのである。廃政の芭蕉ですらそうなのであるから、やはり廃人には孤独好きはいないのである。